こんにちは、ユニツアです。今回はですね、年末年始を海外で過ごそうシリーズの、今回ベトナムをご案内します。ベトナムのですね、首都でもありますハノイです。12月30日出発の4日間という形になりますけれども、ハノイはですね、古都、古い都ですね、古都ハノイとも言われまして、非常に昔からの建物が残っていて、のんびりとした空気の流れるところです。中心部にですね、ホアンケーム湖という大きな湖がありまして、そこを中心に、新市街と旧市街って分かれるんですけども、湖周辺は本当にのんびりしてまして、いい散歩コースになると思います。なんかおばちゃんがジュース売ってたりだとか、マッサージの人が歩いてきたりだとか、本当にのんびりしたですね、空間ですので、ここを散歩されるのも一つのハノイの楽しみ方かと思います。はい、でホアンケーム湖、こんな感じなんですね。はい、本当のんびりした大きな湖です。はい、面白いと思います。で、観光はというとですね、いろいろとあるんですけども、簡単な方からいきますと、名物の、これが水上人形劇というものです。水を利用しまして本格的な人形劇が、ショーとしてですね行われます。これ完成度がですね非常に高くてですね、これ一回絶対見た方がいいというふうに私は思います。水上人形劇のショー、これおすすめです。オプショナルツアーとかでもいっぱい出ております。一番はやっぱり、ハノイといえば、こちらです。世界遺産のハロン湾、こういう切り立った岩がですね、出てまして、海上に突き出してまして、ここを見ていく、船で見ていくというですね、景勝地になっております。一泊のプランと、日帰りのプランがオプショナルツアーとしてあるんですけども、今回2泊4日ということで短いので、間に入れられるとしたらハノイが日帰りのプランをおすすめしております。簡単に言うとですね、約3000のですね、こういった岩というかが海面から突き出してまして、それがもう幻想的な風景を醸し出しているということです。一見の価値はある、やっぱり世界遺産だというところだと思います。で、そういったですね、年末年始に、ハノイで過ごすプラン、12月30日から、2泊4日のプランですねを、こちらの14万9800円での販売になります。この価格は他の東南アジアとかですね、グアムハワイに比べたらダントツにお安くてリーズナブルな価格なので、ぜひご利用いただけるような金額かと思います。さらにですね、こちら西鉄旅行さんの、パックツアーのご案内を今しているんですけれども、このパンフレットに記載の14万9800円から、ウィルツアーを窓口にですね、申し込みいただきますと 3% 割引いたします。元が14万9800円なので、こちらが 3% だとかなり大きいです。当然その2名以上で申し込まれると思うんで、食事代、お土産代が確保できます。ぜひご利用ください。商品詳細のですね、URL をこの画面の下にも、貼り付けておりますので、そちらをクリックしていただくと詳細が見れます。電話もいただければ、すぐにスタッフが、対応いたします。ご案内いたしますので、お早めのお問い合わせをお待ちしております。よろしくお願いします。